ルイサ・フェルナンダル・デュベダは、スペイン・セビリア県セビリア出身の政治家、サラゴサ大学卒業、国民党所属、女性初のサラゴサ市長、女性初のスペイン会議長、欧州議会議員、女性初のアラゴン州首相などを歴任した、アンダルシア地方のセビリア県セビリア出身、父親は、ナバーラ地方にルーツを持つアラゴン地方出身者であり、軍人として、 セビリアに駐屯していた際に、ルイサ・フェルナンダが生まれた。一家は、アフリカ大陸にある、スペイン領サハラの愛運にも3年間住んでおり、その後アラゴン地方のサラゴサに引っ越した。ここで、サラゴサ大学を卒業している。サラゴサ商業学校でも学び、1979年には、会計士となった。1982年には、 国民同盟から1982年スペイン議会総選挙に出馬したが落選した。1986年には1986年スペイン議会総選挙に出馬して当選し、サラゴサ県選挙区選出のスペイン会議員となった。1989年には国民同盟が国民党となり、1989年スペイン議会総選挙では2000を 1993年スペイン議会総選挙では参戦を果たした。1995年にはサラゴサ市議会議員選挙に国民党の筆頭候補として出馬し、女性初のサラゴサ市長に就任した。1999年のサラゴサ市議会議員選挙にも国民党の筆頭候補として臨み、サラゴサ市長としての二期目を歩み始めたが、2000年には人気途中で、 サラゴサ市長を退任し、2000年スペイン議会総選挙に出馬して、再び会議員となった。2000年4月5日には、女性初のスペイン会議長に就任し、2004年4月18日まで会議議長を務めた。2004年には2004年欧州議会議員選挙に出馬して当選し、2008年3月31日まで欧州議会議員を務めた。 欧州議会産業研究エネルギー委員会の委員を務め、また EU イコールメキシコ合同議会委員会の代表団の委員を務めた。2008年には2008年スペイン議会総選挙に出馬し、三度会議員となった。2011年にはアラゴン州議会議員選挙に筆頭候補として出馬して当選した。州首相指名投票では国民党のほかに アラゴン人党からの指示も得て、7月13日には、女性初のアラゴン州首相に就任した。2015年7月3日に、アラゴン州首相を退任した。2015年7月、スペイン上院議員に選出された。ありがとうございます。